小出さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。北海道の函館市がですね、4月の3日、青森県大間町、大きな間と書きます、大間マグロで有名なところですが、はい、で、建設中の大間原発について、事業者の電源開発、J パワーと国を相手取り、建設の差し止めを求める訴訟を東京地裁に起こしました。はい、原発差し止め訴訟で自治体が原告になるのは日本では初めてのことです。この訴訟が特別な意味を持つのは、函館市が原発のいわゆる立地自治体、自分ところの土地にある原発ではなくて、周辺の自治体であるということが大変注目をされています。そこで、小出さんに今日はこのお話を伺いたいんですが、はい、まずこの大間原発そのものについてちょっと教えていただけますか。はい、青森県の下北半島の最北端にあります、はい、本州最北端ですね、はい、ですぐ向かい側が北海道ということで、函館市まで、市役所のあるところまで30数キロだと思いますし、はい、函館市の一番大間原発に近いところは20キロ程度しかないという、うん、そんなところなのです、そしてもともと大間町というのは青森県ではありますけれども、うん、青森市とのつながりは大きくなくて、むしろ海峡を挟んだ函館市とのつながりが大きい、要するに生活文化圏としては函館市と一緒に生きてきたというそういう町なのです。はい、そこに、うん、電源開発株式会社、はい、最近は J パワーとか呼ばれていますけれども、その会社が大間原子力発電所を建てるという計画を随分昔に建てたのですけれども、はい、すったもんださまざまなことがあって、うん、なかなか実現に至らなかったのですが、うん、2008年だったでしょうか、はい、こうようやく着工して、現在作りつつあるということなのですが、うん、福島第一原子力発電所の事故を受けて、うん、一時期工事すらができない状態でした、うん、それがまた今再開されているという状態です。この原発自体にですね、はい、他の原発とは違う特徴があるそうですが。はい、そうです。私たちの間では、フルモックス炉と呼んでいます。フルモックス炉、はい、モックスというのは、MOX と書くのですが、ミックスとオキサイドという、英語の単語の頭文字を取っていまして、日本語で言うと、混合酸化物燃料と私たちは呼んでいます。はい、一体何を混合しているのかというと、普通の原子力発電所の燃料はウランで作られているのですけれども、大間の原子力発電所の燃料はウランだけではなくて、それにプルトニウムという物質を混合させて燃料に使うという、特殊な原子炉です。これは他にもあるんですか、日本には。はい、もともと日本にある原子力発電所はウランを燃やすというために設計されてこれまで運転されてきました。しかし原子力発電所を運転すると使用済み燃料の中にプルトニウムという物質が自動的に溜まってきます、うん、そのプルトニウムという物質は長崎に落とされた原爆材料だったのです、うん、で原爆に使えるぐらいだから原子力発電所の燃料にも使えるということで、うん、日本では日本の原子力発電所の使用済み燃料の中からプルトニウムを取り出してきました、うん、といっても日本がそれを実行できるわけではなくて、イギリスとフランスに送って再処理という作業をしてもらってプルトニウムを取り出してもらってきたのです、うん、長い間それを続けてきてしまいまして、うん、今日本にはいわゆる日の丸の印がついたプルトニウムが44トンあるという状態になっています、うんうん、それを日本では原子力発電所で燃やすと言ってきたのですが、本来それを燃やすための原子炉というのは高速増殖炉という今まで日本にはない原子炉なのです、うん、そしてモンジュという原子炉でをまあ高速増殖炉ですけれどもを完成させてそこで使うと、うん、公式には言ってきたのですが、うん、モンジュ自身が全く動かない、うん、
のため44トンものプルトニウムが行き場がなくなってしまっているわけですが、先ほど聞いていただいたようにプルトニウムというのは原爆材料そのものなのです。44トンのプルトニウムでもし長崎型の原爆を作れば4000発もできてしまうというほどのプルトニウムを日本はすでに懐に入れてしまったのです。でところがその使い道もないということで、日本は国際的に大変不信の目を向けられていまして、使い道のないプルトニウムは持たないという国際公約をさせられたのです。しかし文字を含めて高速増殖炉は動かない。それならもう仕方がないから、ウランを燃やすために設計された普通の原子力発電所で燃やしてしまおうという、誠に愚かで危険な策謀を始めまして、それがプルサーマルと、呼ばれてきた計画です。でもそのプルサーマルで燃やしたとしても、燃やせる量が知れているので、なんとかプルトニウムをひたすら燃やせるような原子炉を作りたいということになりまして、大間原子力発電所というのはフルモックス、つまりプルトニウムをひたすら燃やすためという目的のために作られた原子炉です。小出さんたち専門家の目から見てですね、単にウランを燃やすだけじゃなくて、はい、そこにプルトニウム、大変濃度が高いプルトニウムをですね、はい、混ぜるということは、はい、非常に難しい技術が求められるのではないかと素人考えで思うんですが。はい、おっしゃる通りです。特にその今日本がやろうとしているプルサーマルというものは、もともとウランを燃やすために設計された原子炉の中にプルトニウムを混ぜ、一部プルトニウムも混ぜ込んで運転しようとする計画です。で、皆さん石油ストーブをお使いだと思いますけれども、石油ストーブの燃料は灯油です。灯油を燃やすために設計されたのが石油ストーブですけれども、石油ストーブでガソリンを燃やそうとすれば火事になってしまうわけですね。ですから本来ウランを燃やすために設計された原子炉でプルトニウムなどを燃やしてはいけないのです。私はですからプルサーマルという計画に反対してきました。ただし今度の大間の原子力発電所は初めからプルトニウムを燃やすために設計するという、そういう原子炉ですので、設計の考え方としては私はプルサーマルよりはいいと思います。しかしプルトニウムという物質はウランよりも、核分裂の連鎖反応をコントロールしにくいというまず基本的な性質を持っていますし、おまけにプルトニウムという物質はウランに比べて放射能の毒性が20万倍も高いというほどの猛毒物質なのです。100万分の1グラムの、わずかな塵をもし誰かに吸い込ませることができれば、その人を肺がんで殺せるというほどの猛烈な猛毒物質であって、それを取り扱うということ自身に危険が伴いますし、万一事故でもなればまた危険、事故の被害の危険が大きくなってしまうということになります。こういう新しい形のですね、原子力発電所っていうのは小出さん、世界にはいくつかあるんですか？フルモックスという原子力発電所は世界に一つもありません。あ、この大間だけですか？そうです。先ほど聞いていただいたように日本の場合にはちょっと特殊な事情がありまして、核兵器材料であるプルトニウムを大量に溜め込んでしまって、それを何とかしなければいけないというところにすでに追い込まれてしまっているという、その事情のためにこんな原子炉も必要になっているわけです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。